どうもチーム軍艦のいです。ご視聴ありがとうございます。はい、ってこれね、ダルビッシュさんが選ぶプロスピセレクション第2弾の情報が来ました。阪神からはね、誰が選ばれるのか予想してみましたので、最後まで見ていただけたら嬉しいです。多分ね、あの方しかいないと思うんですけども、そして最後にリツイートキャンペーンでいただいた契約書も開封しますので、はい、最後まで見ていただけたら嬉しいです。このチャンネルは阪神純正派を無課金で目指しております。リーグ王の成長を動画にしておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。では行きましょう。はい、ってことでね、まずダルビッシュさんが選ぶプロスピセレクション第2弾とは何かと言いますと、NPB に所属している現役選手の中からキャリアハイの年度をね、参考にダルビッシュさんが選んだ選手が登場しますということなんですけども、しかもダルビッシュさんご本人も13人目の選手として登場するみたいで、球種など各種能力をね、ダルビッシュさんが監修した特別バージョンとなってるみたいで、めっちゃ欲しいですね。ダルビッシュさんの動画によりますとかなり強いみたいです。セレクション第2弾はいつあるのかっていうことなんですけども、ダルビッシュさんの動画によりますと、8月1日にセリーグ発表予定となってまして、9日にパリーグ発表予定、そして12日にダルビッシュさんの能力発表予定となっております。まあ、はっきりとね、いつかはわかりませんけども、8月12日以降、まあ、13日とか14日になるんではないかと思います。ではね、早速阪神からは誰が選ばれるのかってことなんですけども、多分皆さんもね、あのお方を予想されてると思います。鳥谷さんです。こちらは去年のタイムスリップの鳥谷さんなんですけども、2010年の年ですね、打率が3割1厘、ホームラン19本、打点104というね、素晴らしい成績の年です。はい、能力がラインドライブ、ミート78の B、 パワー75の B、 走力が75の B、はい、守備がですね、75の B、ショートですね。で、補給が84の A、スローイングが84の A、肩が73の B ということで、はい、能力もね、素晴らしくて、はい、ぜひともね、欲しい選手なんですけども、キャリアハイで言ってしまうと、2014年もね、すごくて、打率が3割1分3厘、ホームラン8本、打点73というね、成績もありますと。出塁率がね、その年は4割6厘ですからね、もうさすが鳥谷さんって感じなんですが、まあ、きっとね、これ鳥谷さんがね、登場するんじゃないでしょうか。もしかしたら岩田さんとかもね、あるかもしれませんけども、どうなんでしょうね。多分鳥さんやと思います。はい、ではね、気になるのは無料10連はあるのか、自チーム確定はあるのかっていうことなんですけども、はい、ダルビッシュさんのツイートを見るとなさそうですね。ツイッターでですね、推薦選手1人確定10連はないですかってね、質問されてる方がいたんですけども、はい、その質問に対してセレクションなんで確定はないかと思いますね、返答されてましたので、ちょっとね、厳しいかもしれません。動画でもね、無課金には厳しいガチャになってるっておっしゃってましたので、確定はね、本当ないのかなと思います。まあね、ただそれがセレクションだと思いますので、まあ仕方ないと思います。最後にこのガチャはね、無課金は引くべきかってことなんですけども、僕は自チーム確定がないのでスルーします。やはり1点狙いはね、リスクがあると思われます。ただ最強決定戦が来月に来ます。どうしてもね、欲しい選手がいればエナジーにね、余裕ある方はガチャしてもいいかもしれません。ただ確実に欲しい選手が獲得できるかわからないので、ほんとね、そこは運やと思います。後悔のないようによく考えてやってください。僕はね、自分の引きの運のなさをね、自覚してますので、まあ悲しいんですけども、今回確定がなければ勝負はできないですね。はい、これね、長くお話ししてきましたが、ダルビッシュさんのね、コラボ企画のおかげで8月もプロスピすごく楽しみになりましたね。阪神から誰が来るのかすごく楽しみです。今回のコラボでダルビッシュさんね、相当悩まれたみたいで、ただね、僕はコナミさん、ダルビッシュさんには感謝しかないです。無課金ユーザーにはね、厳しいセレクションなんですけども、無課金だから楽しめるポイントもあるのかなと思います。無課金だから偉い、課金してるから偉いとかではなくてね、いろんな形でプロスピを楽しんでいけばいいのではないでしょうか。な無課金だから偉い、課金してるから偉いとかではなくて、いろんな形でプロスピをね、楽しんでいけばいいのではないでしょうか。僕はね、ほんと鳥谷さんが来ると思ってるんですけども、はい、8月1日に早速ね、セリーグ発表ですから、ほんとね、それまで楽しみにしたいと思います。皆さんはね、阪神はね、誰が来るか、どんな予想をしてますか、コメントいただけたら嬉しいです。最後までありがとうございます。はい、ってことでね、リツイートキャンペーンの報酬をね、開封したいと思います。僕もね、はい、リツイートさせていただきました。リツイートね、するだけでこうやって契約書ね、もらえるってことで、本当コナミさんありがとうございます。一気にね、まとめてやろうと思ったんですけども、これできないみたいなんで、じゃあ5年ゴールド契約書からいきたいと思います。受け取ります。はい、スキップは1000かな。あー、S ないかも。しゃあない。お、あ、ないか。カットインなし。割れろ。あ、割れた。マジで。S あるね、これ。上半身来るかな。はい。おっと、じらす。ラスト、いきます。はい。あー、中山さん、俺前も来たような気がする。ありがとうございます。
まあでも S が来るだけありがたいですね。はい、ありがとうございます。え、絶対 S 来るわけないよね。はい、ありがとうございました。はい、ではね、残りの契約書も開封したいと思います。 S ランク確率 10% 契約書がね、未だに S ランク出たことがないんで、今回 S 来てもらえたら嬉しい。行きましょう。さあ、見ていきます。まあ、このサヨナラのチャンスが来たからね、さっきも S。 どう？割れそうやけど。割れません。残念、石川さん、遠藤さん、 B ランク。はい、というわけでこういった結果となりました。これ A ランクやね。はい、ということでね、僕は鳥谷さんを予想したんですけども、皆さんは誰が来ると予想しますか？ぜひともね、コメントいただけたら嬉しいです。このチャンネルは阪神純正で歯を無課金で目指しております。リーグオーダーの成長を動画にしておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。フレンドも募集してます。コメントください。ありがとうございました。お疲れ様です。バイバイ。